でも結局面倒を見るのは子だったらどうする。海外に留学なんかしたくない。でもママが大変なんじゃない。3人も送迎したら疲れるでしょ。今を買ってくれたら手伝えるのに。ローレンよ、会えて嬉しいわ。フライトはどうだった。出身はロンドンなの。ロンドンにはよく行く。行ってみたい。アメリカに来るの楽しみだったね。え、何かスポーツはする。10分ぐらいで迎えに来て。わかった、待ってる。うん、ありがとう。あとでね。ねえ、本当に行かない。いいの。楽しいよ。みんなでお酒を飲んで焚き火もするのよ。マイキーは相変わらずなの。女を紹介してあげれば。なのに成果なし。してあげようか。その前にちょっといくつかやりたいことがあるのよね。まず一番目は、グアンタナモの裁判の傍聴。さあね、きっと彼暗くてミステリアスな曲が好きなんじゃない。まずまずね。もしも弾けたらどうする。知ってるわ。なんでここにいるの。バーで会ったことデートなんじゃないの。ああ、そういうこと。楽しくない付き合いはお断りってわけね。誰にされても今までで最高だったっていうくせに。あなたは。ええ、もう待ちきれない。ねえ、ヴァンパイアパーティーってちょっと危ないって。本怖くなんかない。知らないでしょうけど、ミランって本当はいい人なのよ。ミラン、ねえ、電話壊れてない？ずっとかけてたんだけど。エイリアンだなんて本当びっくりよね。もう怖くって。興味ないってどういうこと。あなたのためにヴァンパイアになったんじゃない。何が興味ないよ。それじゃこれだけ答えて、なんで私じゃなくてローレライと寝たの。綺麗だって言ってくれた。そうでしょ。もしもし、保安部、サットコンのミンディーパークです。ヴィンセント・カプーアさんに至急つないで。ええ、そうです。ええ、緊急なんです。それはないでしょう。ああ、北緯 31.2 度、西経 28.5 度。ああ、ここです。知りません。違う、殴ってはいない。私は押しただけ。そうなのよ、私たちはバーにいた。ムカッパラが立つようなことを女子が言うから我慢できなくなっちゃって。バーだったからつい大声にもなって。でも明日はオーディションも撮影もないのよ。何が腹立つって。女子は私の顔を見るなりこう言ったの。まあ落ち着け。もし私が男なら誰も私に落ち着けとは言わない。今までいきなり落ち着けって言われたことないでしょ。あ、とにかくそう、私はそれですっごく頭に来てたんだけど我慢したのよ。女子は大好きなヘンリーのマネージャーだからと思って。初めてフロアで踊った。そうね、家族が許してくれないから何もできないの。そうじゃない、ただ私が自由を楽しむのが許せないだけ。ああ、たくさんありすぎて時間がないわね。私、聞いて聞いて、実は婚約してるの。フィアンセがいる、グレッグって人。でも私そういうことは一度も。あなたは素敵よ。でも無理、本当ごめんなさい。行かなきゃ。あなたに会えてよかった。じゃあ力を貸して。どうすればその勇気を出せるか教えてちょうだい。大丈夫、平気だって。ねえ、タバコ買ってくれる。ニコリともしないのね。うん、米の飯食べてる男。それ何。うん、本物の木は見たことない。すごく綺麗。そんなの大事にする。枯れちゃった木なんて。私は殺さないでしょ。私の目を確認してみれば。生身の女は嫌い。私はいつもここにいる。こんばんは、タリーです。マーラさんね。ミア、人気でもいい。綺麗な名前よ。いいの。あなたはどうしてほしい。私はあなたのお世話をする。あなたと赤ちゃんは一体だよ。生まれて3週間だけど、この子の DNA はまだあなたの体内にある。ミアの細胞は何年もあなたの血流の中に残るよ。この子はいつか一人前の人間になるけど、今はまだあなたの一部なの。あなたの匂いや声や鼓動を知ってる。あなたもミアを誰より知ってる。一から作ったから。いざ寝床へ。サミュエル・ピープス、彼が書いた有名な日記の締めの言葉。グレイス、私はグレイス。あいつはまだくたばってない。帰るのはなし。それは無理。父さんは死んでる。奴は相手に接触してその人になりすます。つまり相手は殺されるの。クラッシュしそう。私の体は代謝機能が瞬発力優先なの。ターミネーターを倒すには最初の何分間かな。勝負だから薬を手に入れないと。
私は人間よ。強化されただけ。トリウムマイクロリアクターでスピードとパワーを強化した。あんたの喉を楽勝で引き裂ける。だから怒らせないで。